フェンスで囲われたこちらの場所が、歩道が陥没した場所になります。2日が経ち、現在は穴が塞がれています。歩道の陥没は再開発が進む中区栄で起きました。おととい午後5時ごろ、中日ビルの建設工事中に隣接する西側の歩道が長さ 8.6 メートル、幅 4.3 メートル、深さ 3.6 メートルにわたって陥没。現場付近の歩道はビルの地下3階の工事の途中に水が漏れ出てきたため、工事担当者が陥没のおよそ1時間前に通行止めにしていました。このため陥没によるけが人はいませんでしたが、今日道行く人は考えられないですもん、陥没するっていうことが。びっくりしました。歩いてる時に起こしたら怖いなと思いました。名古屋市にも聞くと、地下の掘削工事中に歩道の下の土砂がビルの敷地内に流れ込み陥没したとみられるということです。遡れば陥没騒ぎはあちこちで。現在午後10時半です。先日こちらの歩道の地下に大きな空洞が見つかったため、今から名古屋市が調査を始めます。この現場は今回の中日ビルからほど近い同じ名古屋栄でした。松坂屋北館沿いの歩道に開いた穴は縦およそ 1.5 メートル、横2メートル、深さ 1.5 メートルでした。その1ヶ月前には、こちら名古屋栄の繁華街にある歩道です。こちらでこの白いチョークの範囲に沿って深さ2メートルほどの空洞ができていました。同じく栄の名古屋三越横の歩道では縦横およそ3メートル、深さおよそ2メートルの空洞が見つかりました。いずれも怪我人はいませんでした。さらに、申し訳ございませんでした。2015年12月、再開発が進む名駅地区でも大きな穴が。この時も幸い怪我人はいませんでしたが、穴はおよそ4メートル四方で深さはおよそ5メートル。その穴の横では地上25階、地下2階建てのビルを建設中でした。原因は、工事現場内に水が出たことによって外周部の土を一緒に、水と一緒に工事現場内に水が出て土砂が運ばれたもんですから陥没したんではないかと推察しておりますけども。この時の原因は地下水でした。専門家は、高いビルを作るのに地下も深く掘らなきゃいけないので、その地下を掘るために、まあ、壁を作って水が入ってこないようにして中を掘っていくんですけども、まあ、そのある程度深く掘った時に水が吹き出してきた。この時の陥没では地下水と工事現場を囲っていた壁から漏れ出した土砂も一気に流出、歩道が陥没したのです。この工事を請け負っていたのは、今回中日ビルの建設にも当たっている竹中工務店でした。そして今日午後、竹中工務店が中日ビルの歩道の陥没についてこう答えました。前回ご迷惑をおかけした件もございまして、そういう地下の計画につきましては万全を期しておりましたが、今回の部分につきましては遮水壁といいまして、水を通さない、粘性の高いものを土の中に入れて水を止めるというやり方をしておりました。今回どの部分から水が侵入したかというのを現在ちょっと調べておりますので、この度は市民の皆さんはじめですね、関係する方々に本当に大変にご迷惑をおかけいたしました。私としては心より本当にお詫び申し上げます。